陸上自衛隊で約10年間厳しい訓練に耐えてきた私がコンビニ店員になった今思うこと。おいもっと的確に狙え、的確に相手の急所捉えろ。はい、すいません。はい、いらっしゃいませ。はい、フランクフルトを一つ。はい、かしこまりました。陸上自衛隊で約10年間厳しい訓練に耐えてきた私がコンビニ店員になった今思うこと、その2。おい、そこ出ません、絶対に出すな。このブラックテープ使え。いらっしゃいませ。はい、こちら1点ですね。1点で、198円になります。シールでもよろしいでしょうか。陸上自衛隊で約10年間厳しい訓練に耐えてきた私がコンビニ店員になった今思うこと、その3。そう、交換が開かない。班長、交換が開きません。無理な力加えるな。はい、すいません。落ち着いて対処。アクション上司、銃はお前のバディやぞ。いらっしゃいませ。お支払い電子マネーで。はい、カードタッチお願いいたします。イベントの単発バイトにて弁当配れと指示されて張り切る元自衛官スタッフ。演者さんの楽屋にお弁当を持ってってあげてください。はい、ただいまより演者さんに弁当配布を実施する。弁当費用1名支援差し出し、お茶については緑茶、緑茶当ててせよ。配布完了時刻については一人丸々、一人丸々、あと3分、急げ。ケータリング、増加塾のことか。陸曹候補生試験科目文体教練にて絶対起きてほしくない事案。渋滞左やー、スイッチ、ニュー、エッチ、ニュー、左向け。琵琶湖も試合いた。自衛隊流手遊び歌。じゃあみんな、自衛隊流手遊び歌実施してみよう。てんててててん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 、握ってひねえて輪を重ね巻き結び。自衛隊流手遊び歌、その2。じゃあみんな、自衛隊流手遊び歌実施してみよう。せーの、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう。右手がパーで、左手がグーで、対戦車ヘリコプター、対戦車ヘリコプター。AH-1S、通称コブラって言われているよ。陸上自衛隊細かすぎるあるある。朝霞駐屯地女性自衛官教育隊の自販機、常に売り切れか準備中。はあ、喉乾いた。ちょっと自販機で水分買おうや。うわ、全部売り切れやん。ちょっともう別の自販機行こう。うわー、ここ準備中や。うわー、もう微糖しかないやん。中整備早く終わらせて代給取りたい隊員。あ、班長、自分銃口通しますね。あ、班長も自分やってきます。他銃口通してない方、あ、自分も銃整備とっくに終わっちゃってるんで。はい、もう全力で皆さんの支援して午後からみんなで代給取っちゃいましょうよ。お、神岡、お前の追い日も泥だらけやんけ、やり直しや。すいません。銃整備早く終わらせて代給取りたい隊員、その2。班長、もうこの油は片付けときますよ。班長、もうこの銃口通しとウエス武器庫戻しておきますね。班長、もうこの毛布片付けときますね。え、俺今から銃手入れなんやけど。あ、じゃあこれ、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 ダンボール、ダン
夫、これ使ってください。これもう敷いときますんで、はい、もうあとこれ捨てるだけなんで。新隊員初期に助教に言われる一言。失礼します。失礼なやつは帰れ。部隊配属間もない隊員とちょっとややこしい上官。あ、班長、お疲れ様です。私疲れてない。部隊配属間もない隊員とちょっとややこしい上官、その2。あ、神岡班長。え、班長、私いつからあんたの言えない班長になった？ええか、私二等陸曹。自衛隊車両を見た時の一般人と自衛官の違い。自衛隊車両を見た時の一般的な反応。見て、あれ自衛隊の車や、すごい。あ、むっちゃかっこいい。自衛官の反応。あ、35普通科連隊銃迫撃砲中隊来てる。皆さんこんにちは。挑戦挑め果敢に、というわけで今回は北九州ヤマンバギャルのうぬ教官ご指導のもとギャルメイクに挑戦してみた。実は私、自衛官時代からギャルに憧れておりました。うぬ教官のように可愛くなれるのか、うぬ教官よろしくお願いします。まずはじめに陸上自衛隊のミクちゃんのちゃんの部分を顔に乗せていく。もちろん耳の穴も、そして唇も首も全部ギャルメイクは自衛隊に近いものがある。そしてシェーディングパウダー、こちらをポンポンポンと眼鏡手入れ具みたいなものを使ってのせていく。そしてスティックファンデーション。自衛隊ではほぼ使わないこの明るい配色に戸惑いを隠しきれない私。え、鼻にも塗るの？え、大丈夫？敵に見つからない？そんな不安を抱えつつ唇にもしっかり塗っていく。とにかく高いところにどんどんのせていく。そして出ました、海上自衛隊カラーのアイシャドウ。マット感を出すために先ほどのスティックファンデーションの上にのせていく。鼻も忘れずに。線の引き方は穴掘り前の警視のイメージでやるといいぞ。カイジブルーをのせて、なんとここでポスカをしよう。ポスカで警視は初めてだ。続いてこちらがリキッドアイライナー。今度はミクちゃんのクーの部分を利用して目の周りを警視していく。ここから動画のデータが爆撃により大破。よってつけまやストーンシールを貼って一気に完成。ギャルメイク難しい、でも可愛い。ギャルの皆さん、ぜひ自衛隊メイクもやってみてください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしく。